は強い方が面白い。自分の限界を超えられるかな。お願いします。ちょっとできるなっていうのがおっしゃってるんですよ。監督、追いやった。なるほど。どうですか？はい、オッケー。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様でした。なんだろう、飲んだ瞬間になんかスイッチが入る感覚というか、なんか刺激があって、なんかずっと自分のゾーンに入っていける、そんな、感覚がありました。ありがとうございます。そうですね、たまに飲んだりします、試合前とかも。はい、そうです、新しくなったんですよね。すごくかっこいいデザインになってると思いますし、この CM でも撮影した目がこうぐるぐるぐるって、なんだろう、ブラックホールみたいな、竜巻みたいな、そういう感じ。あと高麗人参とかも入ってすごいですね。あと蓋がついてるのはやっぱり飲みながら、ね、移動とかできるし、すごくいいんじゃないかと思います。もう僕はやっぱりまさに試合前ですね、自分にのスイッチを入れて、戦う前、そのタイミングが一番のタイミングですね、僕にとっては。まあこういう CM の撮影って初めてだったんですけど、すごく楽しくできたし、なんだろう、仕上がりがすごく楽しみというか、まああと自分のね、プレイしている映像とかもあるんで、そういう部分はなんかいつも通り、本当自分がサッカーを楽しむ感覚でできたし、すごいいい経験になりました。やっぱり最後のシュートのシーンですかね、あれは CG じゃなくて本当に自分が打ってるんで冗談ですけど、はい、そこはかっこいいシーンじゃないかなと思います。そうですね、いつの試合だろう、やっぱり数試合やっぱそういう感覚に慣れてる試合っていうのはあって、なんだろうな、まあ、難しいな。まあでも日本代表戦の、ウルグアイ戦の試合とかはすごく、自分がゾーンに入ってプレーできてたなっていうふうに思ってます。その時の感覚っていうのは感じだったんですか？はい、そうですね、純粋にこうやっぱり集中してるし、その緊張とかプレッシャーとかいろんな要素がある中でも、自分がサッカーを楽しむ感覚っていうのをこう持ちながら、ですごく集中できてる、なんかそういういいプレーができてる時って、サッカーを楽しむ感覚っていうのは常にあって、でその上で次のプレー、自分が何をするかっていうのをなんかすごく自然と湧き上がってくる、そんな状態ですね。はい、例
ですか。僕は特に攻撃の選手なので、やっぱゴールを決めるか決めないか、そのシュートを打つシーンの時にゾーンに入っていたら、まあ、まずシュートまでのイメージがよりスムーズになるし、打った瞬間に入ったって分かるというか、研ぎ澄まされてるんだろうなと思うんですけど、ゾーンに入ってたら、その瞬間っていうのをなんかすごくゆっくりに感じる時もあるし、逆に無意識になんかこうシュートするモーションまで無意識になってて、で気づいたらゴールが決まってるとか、なんかそういう感覚になったりしますね。でも振り抜いた瞬間も決まったわみたいなのが分かる。そうですね、はい。クラブチームだったら、そうですね、まあ、ザルツブルク時代のリバプール戦の時とかですかね、はい、そうですね、どうやって、まあなんだろうな、やっぱりスポーツの世界って結果が全てなんですよね。でどうやって自分の価値を証明するかって言ったら、やっぱり結果を残すしかなくて、で僕はプロになってからそこにすごく、だからゴールとかアシストとかそういう部分にすごくこだわってきていますし、だそれをゴールかアシストで結果を残して自分の価値を証明してやろうっていう気持ちで、まあなんだろう、自分を奮い立たせて常に、試合に向かってますね、うん、そうですね。逆に僕は全然緊張もしますし、ね、多分みんなすると思うんですけど、なんかその気持ちを全然受け入れてしまうというか、あ、自分緊張してるなって、なんか逆にいつも自分がやってることはなんかそういう風に受け入れて、でも結局試合に出て自分がいいプレーをするには、その瞬間自分が何をすべきかっていうことにフォーカスし続けるしかないんですよね。でどんな重要な試合で、まあプレッシャーとかね、やっぱり大きくなったとしても、自分がいいプレーをするためにはやるべきことは、ただ自分が今何をすべきかっていうことに集中する。でそれができていて、あともう少しのなんかエッセンスじゃないけど、なんかそこにプラス自分がサッカーを楽しむ気持ちっていうのを持てることができれば、自分的にはなんかすごくいいんですよね。そのなんか割合とかっていうのはもう言葉で説明するのは難しいんですけど、それが自分のなんかいつも試合に自分のメンタルを持っていくときに考えてることですね、はい、ルーティーンはまあでも別に特にないじゃなくて、音楽聴いて、ストレッチして、ちょっと体幹とか、トレーニングして試合に臨むっていうのが特にないですね。なんか、はい、これを聴く、この曲絶対聴くみたいなのもないし、割とその辺はなんだろう、リラックスしてる感じですかね、はい、逆に決めてないのがルーティーンなのかも、はい、なんだろう、なんか今シーズンとか特にそうでしたけどね、その瞬間っていうことじゃないけど、やっぱり今までで一番試合に出場する時間っていうのは短かったですし、その中ででも与えられた時間で結果を残さないといけないっていう状況がずっと続いてたので、まあそれは苦しい期間ではありましたね。でも逆にそれはいい経験になったし、それを絶対にいい経験にするって、いい経験でしたって言えるように、こっから、ね、自分次第でそう変えていかないといけないんで、まあそんな感じですね。なるほど、はい、だから意識してることということは、だからもう逆境でも全然、うん、むしろそれをいい経験にするんだっていう、ちょっとポジティブな姿勢を、そうですね、うん、守り続けるというか、まあ、しかも逆境ってやっぱり
アスリートにとってというか、ね、戦う挑戦し続ける人にとってそれってチャンスでもあるじゃないですか。でその考え方っていうのは成功するためには絶対に持ってないといけないと思うし、まあ、僕自身もそうですね、はい、なるほど。毎日かな。なんか僕はポジティブに自分を褒めて自分を育ててなんか成長していくタイプなんですよね、どっちかというと。だから逆境、例えばその昨シーズン試合に出てることがあんまりなかったけど、その中でも毎日成長し続けないといけないじゃないですか。ってことは練習の中でも自分が今日成長したなって思えて最後終わりって言いたいし、気持ちだけでも。でそれが次のなんだろう、サッカーを楽しむエネルギーにもつながるし、僕にとっては。なんでなんか逆にそれは毎日そう感じてるかな。ああ、はい、止まってブレイクスルードーンってよりかは毎日、そうですね、毎日なんかそう思ってプレイしてます。はい、そうですね、やっぱり最初プレミアリーグに移籍して一番感じたのはフィジカルの強さと、ボールを持った時の相手の寄せの速さとかそういう部分だったので、ファーストタッチとか、あとどうやったらボールを奪われないところに、体の使い方とかボールの置きどころとか、そういうことを意識してました。それはもうプレミアに移籍してだいぶ成長したというか、はい、そうですね、成長したと思うし、成長したと思います。ありがとうございます。まあ、やっぱりチームメイトの選手が一番やっぱ近くで見てるから、それは、まあ、一応ザルツでも対峙した相手にはなりますし、カナ、サラーとかファンダイクとかですね、はい、ちなみにやっぱファンダイクってエグい、うん、やばいですよ、体も何パーフェクトなセンターバックですよね。多分間違いなく世界で一番のセンターバックだと思うし、あんなに弱点がない選手っていうのはなかなかいないんじゃないかなって思います。ありがとうございます。チームメイト全員に飲ましたいですね、試合前に。だってそれでゾーンに入れるわけですから。特にまあロッカールームで顔見て集中してないやつにはちょっと飲ましたいですね。お前集中してないぞってゾーンみたいな。やっぱり今まで以上に数字っていうところにこだわりたいなと思っていて、やっぱりそこでしか、まあそこでしかってことはないですけど、そこはやっぱりスポーツ、サッカーの中で大きい評価基準になるので、ゴールとアシストっていうところの数字をの部分で今までで一番いい成績っていうのを残せたらなと思ってます。Into the zone. Into the zone.